JP501 のフィンガーブラシ、おひげブラシ通称言われてます。両サイドにフィンがついてるやつですね。それと801のファイナルコームと少し、面白いスタイルを作りたいと思います。そうですね、トップにロールポイントをつけて作ってみたいと思います。まずイヤーツーイヤー取ります。そしてワンポイントこちらにブロッキングします。そしてこの少しカーブを描かして出したところに801ファイナルのフリクションでこのギザギザのところで少しスモールバックコームをだけ立てます。そして根元だけに少しコームを立てて表面に出ないように止めるためのバックコームをして、そしてこの毛束は取っておいて、で若干すき毛を長さに合わせて、今ちょっと作ろうと思う形を作ります。そしてセンターに置いて、すき毛のお腹からえぐって止めます。すき毛のお腹からえぐって止めます。そうすると非常に固定しやすいです。で中だけスプレーをします。そしてこれはを、しっかりと包みたいのでファイナルブラシで包んでしまいます。そして801でずらしてテールを入れて、あとは801の力で、801というコーンは一番高い高級なカーボンでできているので、こういった時に全然へたらないのでテールだけで持ってこれます。そして必ずピン数が少ない方がいいので一本ピンで常設通りヘッドダウンしてバックから一本通します。でこれでワンポイント作りました。そして今度若干 Z パート気味に取って、このワンポイント取ったところにカールを作って寄せていきます。まあ、必ず少し思う頭っていうのは基本普通誰もやってないスタイリングであって、できそうもないけどできるみたいな感じのスタイリングを作りたいと。そしてコームとかの特性とファッションに少しずつ添えればいいと。でこれスモールピンでこういう形を作ります。でスモールでこれもフィニッシュします。ちょっとポップな頭にしたいと。
テルさんのイメージを多少壊していきながら、この801のテールは絶対にしならない超硬質なんで、こういった時にすごく使えます。一応通して、とにかくプロはあまり見せピンはしないので、中を通していきます。タイトなものの要素に若干カールの要素が入るという感じですね。そしてサイドに這わして仕掛けます。ネープも同様に全部仕掛けるんですが、少しだけカジュアルなファッションなので少しだけ下ろす部分も作っておきます。そしてバッグはただ這わせるんではなくて、少しゆとりを出してボリュームも出しておきます。で同様に逆サイドで、これもまた束ねてピニングして、もう最初に作ったトップロール以外は全部遊ばせる長さで、遊ばせるカール でこれも襟足だけちょっとこう取るだけで、他は全部遊ばせるカールですね。まあ今あと2箇所くっつけてもうこれで終わりです。シンプルで、とはいえ誰もやってなさそう。一応すごく簡単な頭で、ただ、さっきあと2個余ってたところ乗っけたんで、ちょっと見てください。要はすごく単純な頭でもポイントは外さないで、ボリューム感だとか透け感とか横の感じっていうのは必ず残してるんですね。こういうふうにすごく簡単だけど、まあワンポイントロールっていう頭です。で、ちょっとウォーキングしてみます。